はい、こんにちは。野球雲チャンネルの時間です。編集長の武田浩二です。今日は一人で野球雲のコンセプトについてお話をできたらなと思います。もともと野球雲というのは本当軽い気持ちで始めたんですが、創刊号から、9号まで、編集長をやっていただいた村井さんが、千葉の方で古本屋さんをやってましてですね、そこのイベントの一つとしてですね、私の方に何かちょっと喋ってもらえないかっていうところから始まって、そこでちょっと2012年の5月ぐらいですかね、イベントをやったんですよ。でそれがですね、史上最弱の野球チームはどこだということで、インパクトベースボールのですね、カードを制作販売されている、マキさんとですね、2人でこう対談みたいのを、お客様を相手にですね、お話ししたのが基本なんですよね。でその時にですね、結構どういうふうにマニアックにというか分かりやすくマニアックな話をしようっていうことでちょっと2人で考えまして、とりあえず昭和の本当に悲惨な野球チームというのをですね3つ挙げまして、それを、話したとこですね、結構野球にそんなに詳しくない方も面白かったよということでですね、それを村井さんがですね、じゃあちょっと小冊子にしてみようということでですね、思い切ってフリーペーパーをやってみようかということで、文字起こしをして、で史上最弱のチームはどこだということで、作ろうとしているところですね、 Facebook の方で、ちょっとこういうことをやりたいんですよっていうことをやりますみたいな感じでやったところですね、今でも野球雲に多大なる貢献と協力をしていただいている広尾さんからですね、会わないかということでですね、新宿でお会いしてですね、その時に、どうせやるんならちゃんとした、お金を取れるような本を作った方が、レベルも上がるし、野球文化のためにもいいんじゃないかねなんていうことで、ネットを選手列伝とか、野球本をちょっと、評論しようかじゃないかっていうことで、古本三振堂というタイトルで今も15まで地道に続いている書評のコーナーを中心にですね、作ろうと、販売、制作するっていうのはある意味重いとちょっとお金があればできるんですけど、決してその時2人ともお金があったわけじゃないんですが、やっぱり本を売るっていうのは本当に大変だなと思いまして、でとりあえずですね、ヤフオクで販売をすることになりまして、もちろんアマゾンとかもいろいろと考えたんですけど、やっぱり図書コードを取るってお金もいるので、だんだんと、本を作るっていう環境ができてきたので、まさか、売るっていうことはなかったので、とりあえず300冊を1年ぐらいで、あとは知り合いの方にこういう本作りましたよみたいな形で次につながるようなことをやろうと思って、ヤフオクで売り始めました。それでですね、その時に広尾さんがですね、ブログで、ちょっとこういうマニアックな、野球本が出るよっていうことを宣伝していただいたことでですね、ヤフオクの方が動き出し始めまして、結局ですね、なんだかんだ言ってちょっとお時間はかかりましたけど、見事に完売しました。で今ちょっと、私も手元に2冊しか手元にないんですよね。だけど何かの形でちょっと創刊号を売るということよりも皆さんにご紹介できるような形は考えております。でですね、やっぱり創刊号を出した時にコネもなく、どういう人に読んでもらいたいかっていうのも決してそんな今ほど考えてなかったので、完売するとは思わなかったんですよね。次はですね、2号、のお話をまたできるようにしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。YouTube の登録もしくはメルマガの登録も、しておりますので、ぜひ皆さん、野球部も応援していただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。